ね、反対叫ぶ人たちは、うん、じゃあ辺野古の町づくり案、新しいね、町、うん、はい、づくり案を示してほしい、対案を示してほしいということですよね、うんうん、はい、そうです、辺野古に口を作らせないんだったら、はい、そうですね、ね、はい、そして、はい、辺野古の町づくりに、うん、辺野古区、ね、の町づくりに向けて、うん、はい、キャンプ島部には、うん、常時、うん、いつも、うん、1000人ほどの米兵がおり、はい、沖縄高専、沖縄高等専門学校、はい、には1500人の学生や関係者がいると、はい、1500人 ね、はい、で辺野古区民も合わせると、はいはい、現在でも合計4000人は辺野古区域にいると、はいはい、そうですね、これビジネスチャンスといえばビジネスチャンスですよ、ここは ね、 やっぱりそれだけ あのいわゆるお店であったり商業スペース、うん、飲食業とか、はい、もちろん、まあ、あのお酒に関してはいろいろ、まあ、あの規制はありますけどね、うん、ありますけどそういうのってやっぱりいっぱいできて辺野古の人たちが潤うことも必要ですからね。そうそうそう、うん、で現在アップルタウンという町があるんですけれども、はい、ね、はい、観光地が、ね、うん、泣いてますけれども、うん、そのアップルタウンがある区域の再開発を行い、うん、はい、米軍関係者と交流できるスペースを整備するべきとした、うん、そうですね、地元の声です、はい、だからあの、まあ、これどこもというかその沖縄はそうですけど沖縄の中で反対してる人たちはさっき言った70-80% は外から来てるわけです。そうなんですよね。で、あの反対集会とかよくなドームドームセルラードームとかでやってますけど、はい、ほとんどなんか日本全国からね労働組合の方が来たりとか、そうそう、で逮捕されてもね、首相のないという、ない、うん、その逮捕されても首相のない人が、はい、名前も載ってます、この6面の左下、うん、また載ってるんですか。84歳男が普天間基地侵入、はい、二の腕署、はい、警徳法違反で逮捕、はい、84歳にもなってね、超有名人ですよ皆さん、この人。あ、そうですか、はい、太田の朝木長貴さん、超有名な方です、この人は。なんで何が有名なんですか。去年、はい、平和の礎で安倍首相に名指して、はい、指さして、あ、やった人、あのおじいさん、はいはいはい、まあでも結局人手がいないからとにかく回し、ま、なんていうの、回し飲みじゃないや、回し持ち回りでやってます ね。でもあのこういう、これ野崎ゲートの話だと思うんですけれども、うん、はい、こういう記事って今まで載ってないですよね。まあ、逮捕もしてないかもしれないですけど、ね、いわゆるあれでしょ、新報タイムズは絶対にもちろん載せない。そうです、載せないですよ、ね、これはその八重山日報という第三の新聞ができたから、はい、まあ、ある種両論兵器ですよね。そうですよね、反対派のさっき言った、ね、一日その石垣の反対のプラカードを持った人たちを載せるし、はい、こちら の、 そのちょっと84歳にもなったちょっとね、はい、あのご老人の暴挙も載せるし、そう両方載せてましたね。今はですね、はい、前は、ね、注意だけにしたんですけど、はいはい、今は逮捕する、はい、ね、ようになってます。そうですね、これちょっとね、あの、はい、反対する方々ね、はい、ちょっとお気をつけくださいね、はい、逮捕されますよ野田さん。ちょっとあのヒートアップして時間がかなり過ぎてますけど、そうか、曲いきましょうね、そろそろね、ちょっと曲いく前に、うん、何何、いつものくにちゃんから、くにちゃん、くにちゃん、くにちゃんさん、ありがとうございます。アンジュのリターン、お二人さん本日もこんばんは。こんばんはです。今週はいろいろとありましたが、クエスチョンマーク、はい、ニュースでも取り上げられた、うん、一昨日と一昨日の県民葬、それ太田、さっき、ね、太田さんのね、はいはい、まさに宜野湾ですね、はい、現役沖縄知事がどういった発言をされるのか興味津々でしたが、はい、全国ニュースは特に面白いことでもなかったですが、地元ではどうだったんでしょうか、うん、ということで、うんうんうん、後で、紹介します。そうですね、はい、その紹介、そうで、後で紹介しましょうね、はいはい、ちょっと、ですね、その前に、はい、一曲いきます。曲いきましょうね、今日はね、はい、あのね、はい、昨日かな、最近ね、星がすごい綺麗なんですよ。見える、うん、お、昨日の3時半とか4時ごろかな、なるほどね、夜中から探し知りませんけれど、はい、東の空を見るとね、はい、すんごい星がね、綺麗で、はい、あの皆さんたまにはね、夜中、はい、空を見上げてみてください。今すごく綺麗に星が見えるので、特に沖縄県は、はい、そうね、ね、そういう、ということで、そういう見合いでこの曲をチョイスしました、未来さん、はいはい、じゃあ1974年です、どうぞ。4年、はい、はい、きます、はい、星降る夜は部屋の明かり消して静かに静かに星のささやき聞こうよ。
ラジオ消してレコード止めて済ませてごらん、ほら歌っているでしょう。なのに君は知らんふりして眠っているから、一人ぼっちのパーティー、ラララ君の夢はどうですか。いい夢見るまでそこで見ていてあげるやいやいやいや、私初めて聞いたこの曲。いやあ、ごめんなさいね。あ、本当？これかぐや姫でしょ。かぐや姫ライブに載ってましたよ。あ、そうなんですか。うん、かぐや姫で1974年ですね。沖縄が祖国復帰して2年後でございますよ。まあ、全く本当に初めてですね。かぐや姫相当聞いたんですけど、やっぱ知らない歌もあるんです。あるんですね、中には、ね、僕もありますね、うん、やっぱりね。はい、じゃあちょっと後半に行く前に、はい、もう一つメッセージが。カーンって台湾、はい、里吉さん。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。この前渋谷の国営放送、これ、うん、NHK かな、沖縄の笑いの歴史エンターテインメントについて放送していました。へ、笑いは体のためにもそれぞれのコミュニケーションのためにもすごく大事なことだと思っています。でも、うん、番組の後半になってきたら沖縄の基地の批判が多くなってきて、笑いまでも基地絡みのネタになっているようでした。うん、山本中がお話すると恐縮ですが、そんなグループもいらっしゃるようですが、うん、いかがなもんでしょうかね。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。沖縄はあれですよね、どんなあの入り方をしても必ずというか、いわゆる自分たちのスタンス、その基地のあれを出しますね。これはね、沖縄のマスコミのみならず、はいはいはい、沖縄は被害者士官、はい、で本土の方々は、ね、何ですか、被害者士官じゃなくて自虐士官、はいはい、そうですね、これをね、常にマスコミがですね、国民にインプットしてるんですよね。結局はやっぱそれが お決まりですからね。ね、もっとこう、はい、将来未来を ね見据えて、いろいろなことやっていきたいと思いますね。はい、台湾さときさん、それからくにちゃん、ありがとうございました。ね、ありがとうございます。なんか常連さんになってきまして嬉しいですね。でこれはね、今日の新聞ですよ。はい。27日木曜日。はい、第一面。はい。平和気球。気球望む。求める、強く願い求めることね、はい、平和気球の太田市県民葬、第一面、やぶ日報に書いてますね、はい、6月12日に92歳で亡くなった、はい、太田正秀元県知事の県民葬がコンベンションセンターで営まれ、約2000人が参列したということなんですよ、はいはい、そして日本政府からは安倍晋三首相、鶴保沖縄担当大臣が出席いたしました、はいはい、尾長さんがですね、その、はい、知事が、はい、式辞で沖縄の基地負担軽減が国政で取り上げられるようになったのは、うん、間違いなく太田さんの決断によるものと、うんうん、太田氏を称え、はい、この太田さんが現役の頃は反対のところにいたんですよね、尾、うん、長さんは完璧に、はいはいはい、保守でしたかね。ですから今回尾長さんが知事選の時出馬した時に、太田さんは全然応援してませんでした、はいはい、尾長さんのことを信用してませんでした、はいはいはい、これは絶対当選するために、はいはいはい、この革新がオール機能というのを使ったんだというのは、太田さんはもうちゃんとね、分かってましたね。もうその通りの構図でしたからね。はい、そして、讃えましたよ、太田さんをね、その尾長さんが。太田氏が心を砕いた沖縄の基地負担軽減に引き続き全力を尽くしていくと誓ったということが書いてありますね。まあ、なんていうか、うまいですね。そして、ちゃんと、もうね、この写真も見てください。これこの共同通信の写真。笑っちゃいますね。あの前の慰霊の日の写真もこんな感じで、ね、あのやっぱ安倍さんが安倍首相がこう通ってると睨んでる感じの、はいはい、この写真をわざわざ共同通信は使います、はいはいはい。向こうもすごい新聞社ですよね。面白いですね。ね、もともと青山茂春さんがいらっしゃったところですけど、はいはいはい、ね、ちょっとおかしくなってるみたいですよ。笑っちゃいますね、これね。ね、本当に笑っちゃうでしょ。本当に申し訳ないけど、この交通あえて。あの多分ね、多分相当名前数取った中で、そうその中で、それをあえて使う、そう、あの一番あの睨んでる写真を使うと、小野さんのなんかこうやって人形みたいですね、こうやって見ると、本当ですね、なんか、一国との人形みたいな、はいはい、そして、はい、ちゃんとね、うん、あの恨み節じゃないですけれども、はいはい、読みますよ、はい、どうぞ、県民葬の後、
記者団に大変丁寧な気持ちを頂戴したが、安倍さんのね、頂戴したが現実の政治は言葉通りではないと述べ、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を推進する政府を批判したということなんですよ。まあ、しかしこれはこれでね、あのいわゆる慰霊の日もそうだけど、その時だけに特化すると、ああ大人だなと思うけど、必ず返す刀で切ってくるよね。そうそうそう、もうなんか本当にそうなんですよ。でお忙しい安倍首相は、太田正英氏は沖縄および世界の平和のためにその生涯を捧げたと述べ、日米が合意したその普天間飛行場返還についてね、太田氏の県民を思う真摯な姿勢と基地問題解決への強い信念の上に成し得たと指摘いたしました。普天間飛行場のこうね、あれはね、閉鎖ですよね。そして、まあもしかしたら先ほどの方かもしれませんが、安倍首相による追悼の辞の途中、会場から首相を非難するやじが飛ぶ場面もあり、厳粛な葬儀の雰囲気を乱したと。本当にね、これはあの、まあ、沖縄の人にというわけじゃないけど、この人たちのやっぱりスタンスってのはやっぱ間違ってますよ。こういう場所でやるべきだよね。そう、他の場所でルール無用なんですよね。本当に反戦平和免罪符、自分たちはルール無用でやってるしね。はい、こちらとかその星野側がいろいろ言ったらそのルールを守れとか言うし、もう言ってることがめちゃくちゃだ、ね、マジ、流中の次は沖縄県知事、小中さんは国家戦略特区として、離島で原告人の農業就労が可能になる特区の創設の要請してましたよ、これ、これ出てましたね、これやってますね、外国人が離島にね、住んでね、結局ね、乗っ取られるということですよね、結局はそうでしょ、ね、まあ、だから中国とかね、をいっぱい入れて、それがまあ目的だと思いますよ、ね、そして、はい、もその通り、視点を変えて米軍基地が亡くなった後の沖縄がどうなっているのか教えてほしいものだわと、シミュレーションすればいいんですよね、どうなるのかね、昔ね、あの基地反対派の人と話したことありますけど、基地が亡くなったらどうするんですか、基地の跡地で農業をして作物を作って売るそうですよ。あ、なんか言ってましたね、あの中国によるとかなんかその話してましたよね、まあ、お花畑が満開ということなんですけれども、そういうこと、そういうことまだありますね、そしてですね、これが今日の新聞ですよね、で今日の新聞に前もご紹介しましたが、6面、これあの海兵隊のですね、アメリカ海兵隊のホームページにはまだ載ってますので、詳しいことはホームページから見てください、これ米海兵隊員らが富士山で、女性を救助したってですね、これは山日報が、第6面取り上げて、インタビューしてます、その方々にね、女性のその親子だったんですよね、それね、親子で、あ、そうなんですか、娘さんが倒れてて、女性の呼吸の仕方から、おんぶとかね、担いで下ると、降りるとね、胸部を圧迫して、容体を悪化させると判断し、緊急にその持ってた杖と T シャツで担架を作って下山したということなんですよね。あ、それ見ましたね、写真で。見ました？ T シャツで担架作って。そうですね。そして、先ほどあれしましたけど、不法写真再び掲載。不法写真。あ、まあね、タイムズ新聞さんにとってはへのかっぱですから。ねえ、本当ですよね。そして、八重山日報で、欠かせない、毎週木曜日のこの第6面の下の方、陸上自衛隊活動実績、7月の実績が不発弾処理、39件、そして、緊急患者空輸、昨日で1件ありますね、沖縄選ぶから、緊急搬送で、今月7月は、9人、9件の方が緊急空輸されております、7月39件って不発弾処理、素晴らしいですね、もうだって1ヶ月でも1日1回以上ですからね、この夏の灼熱の中をね、そうなんですよね、もうこれはやっぱりきちんとね、こういうことは感謝は述べなきゃいけないですよね、人間としての問題、FM技能案の別の番組の方が、そもそも普天間は無条件返還だったはずだとおっしゃってました。辺野古移設ありきじゃなかったんですか、無条件返還、これは、これはありえないですね、多分違う、まあ、違うというかその方の表現の問題じゃないですか、見方の問題だと思うんですけど、
この海兵隊の飛行場をなくして、はい、うん、あの他に移設なしなくしてはちょっと無条件返還っていうのは無理ですよね、ないと思います、はい、まあ、これごめんなさい、ちょっと私の知識不足かもしれませんけど、うんうんうん、ないと思いますが、これちょっと調べてみましょうね、はい、ね、そうですよね、はい、それからあのミヤちゃん、ミヤちゃんオンザビーチこんばんは、こんばんは、こんばんは、ね、まあ、だってはい、ほらカスレガンもあったじゃないですか、ロバートさんがおっしゃってた、ああ、ありましたね、はい、一番いいだから必ずそれは代替案っていうのがあってこそ、そうそう、やっぱりあの滑走路どっかに作らないと、はいはい、やっぱりね、国防上安全保障上ね、うん、結局東あれアジアのね、うん、あの安全保障の部分からすると必ずこれは絶対に必要なところです、国連軍の基地でもありますからね、うん、はい、はい、はい、うん、そうですね、はい、どうぞということでございますよ、うん、はい、終了、終了、あ、終わったんですか違う、時間足りないとか前で言ってましたけど、うん、そうですね、南北対話というのがありますけれども、うん、はい、なんで、なんでしたっけ、文在寅さんでしたっけ、南朝鮮 の、ね、はい、大韓民国の、なんかあの人が対話をしたいって言って北朝鮮もう返事したの、しない、しない、まだしてない、北朝鮮はしないで ICBM を発射する準備してましたけれども、うんうんうん、なんか今日は天候が悪くて発射しなかったっていう話がありますけども、まあ、やって失敗したらまたね赤っ端書きますから、うん、ハリセンボンさん、業務連絡来月ぜひ覗きに行こうと思ったんだけど日程が月目で覗きに行けない、判明、あ、そ、あ、え、日程が月木、木、木来れるぞ、月曜日と木曜日が何か日程で行けないわけですね、あ、そういうことね、そうでございますか、ぜひ来て、聞いてる方はぜひ遊びに来てくださいね、はい、はい、どんどんね、はい、そういう情報を発信していきましょう、うん、まあ、あと今日は久々もうちょっと時間ありますけど何かありますか、まあそうですね、あ、カヌー70艇が海上封鎖というのがあるぞ、そうそう、そのカヌーの写真もひどいですね、うん、なんていうんですか、まあこれ彼は絶対に自分の顔を映されたら困るというスタンスで、もしかしたらね全然なんかとんでもない人が参加してる可能性が、これね素晴らしいのがある、そういえば、はい、やっぱり例によって名前が出てますけれども、泣き人その農業、はい、片岡俊也さん、俊也さん、はい、片岡さんという名字も沖縄じゃないですよ、違います、ね、そして、はい、まあ、これはちゃんと兵庫県西宮市から参加した無職、うん、はい、馬場茂雄さん63歳、はい、あ、これカヌー隊に、ね、カヌー隊参加したね、はい、そしてちょっとね、はい、これね、はい、なんていうんですか、名護市の自営業、これ見てください、ちゃんとこれ何日の新聞、ね、26日水曜日の新聞、名護市の自営業島袋忠さん56歳、はい、これね、はい、もしかするとですよ、はい、まあ、この人のコメントがね、はい、政府はこれ以上基地問題で県民を悩ませないでほしい、うん、新基地建設は絶対許さない、うん、と憤った、はい、この自営業島袋忠さん、はい、56歳、はい、偶然かもしれませんけれども、はい、有名な大先生、はい、何ですか、はい、小説家の、はいはいはい、目取真俊さんの本名が島袋忠さんで、はい、年齢も56歳なんですよあ、そうなんですか、偶然でしょうね、偶然なんですよ、本名で彼が出たのかな、必然でしょう、ね、うん、そうなんですか、カヌー艇が海上抗議、うん、これねやっぱり顔を隠してますよね、この写真って、ね、まあね、その自信持ってやるんだったらみんな顔出せと言いますけど、うん、ほら基地に出入りする米軍の車両によるヘイト、うんうん、ヤンキーゴーホームとか、あ、まあ日本語で言うと死んでしまえみたいな言葉を使ってやる人たちもみんな顔を完全防備で隠してます、そうですよね、これもなんてこれ、うん、八山日報さんが撮ったのかな、この写真ね、そうなんです、すごいですね、はい、うん、まあ、これでも本当なんか私はこういうのを見るとなんかなんていうんですか、仮想大会にしか見えないんですけど、でも本当にね、うん、地元の人少ないんですよ、地元の人なぜかと言いますと仕事をしてます、はい、はい、そうなんです、だから仕事をしなくてもまあ旅費かなんか知らないけどそういうお小遣いお手当がもらえる人たちを募集して、ハリセンボンさん、うちの神さん、はい、島袋ご親戚ですか、島袋、え、ちことは何、ハリセンボンさんは沖縄とこういうつながりがあるってことですか、いや沖縄の方でしょ、だってハリセンボンさん、ハリセンボンさん、そうなの、だってほら来月の覗きに行こうと思ったって、あ、日程がというか、うん、あ、じゃ あの来てください、ご近所さんじゃないですか、ね、近所さん、ご近所さん、ご近所さん、うん、まあ、近所さんを、ね、
本当に近所だったら怖いですね。やっぱりね、 70% の方が本土の方って言いましたけれども、そうです、その通りです。もう本当にね、うん、はい、それもプロのね、活動家の方々が、プロの活動家ですよ。結局はもうずっとそういう人生を生きてきて、そういう慣れの、まあ、失礼なことはあえて使いますが、そういう慣れの果てに、ここをもう次の趣味かに選んだ人たち、ほとんど、はいはい、あ、もっとありますね、はい、米軍、あの中国軍機異常接近、東シナ海で米軍機に、はい、うん、いっぱいありますよ、うん、ありますね。だからこういう話は山立法さんじゃないと本当に具体的に、そうそう、あのね、はい、これよく見てみれば分かるんですけれども、はいはい、山立法さんの第一面は常にそういうの書いてます、はい、国防の危機が、はいはいはい、あ、これでも毎日当たり前ですよ。毎日国防の危機があるんですか、ね、中国、はい、戦が領海侵犯、はい、うん、今年20日20日目とか、はい、いやでも本当その通りですよ、ね、だから日本はそういう中に囲まれて、まあ、北朝鮮もそうだし、まあ、中国もそうだし、まあ、ある種韓国もね、韓国の今の大統領の方も そっちの方の人がなっちゃったので、はい、もう日本はそういう中に囲まれて国会で何をやってるかということですよね。そうなんですよね。関係学院の話をいろいろやってマスコミも本当にアホですね。あのね、今日もね、稲田さんがもう、はい、ね、辞任するというニュースが出ましたけれども、もうね、稲田さんも本当にかわいそうだなと思いますけど、はい、ということでちょっと時間が来ましたか、来ました、お方がよろしいようで、はい、はい、じゃあありがとうございます。 CM ね、はい、はい、5秒前いきます。4、3、2、1、はい、今週もエンディングになりましたね、はい、とうとう、うん、まあ本当にね、沖縄危ない状態がずっと続いているということで、これが現実なのでね、はい、皆さん、はい、そういう違法な、はい、基地反対活動家たちをですね、うん、はい、この沖縄二大新聞は平和団体として、はい、持ち上げてしまっておりますね、はい、どうしましょう、はい、だからもう僕らこうやって一般のね、市民が言うしかないんですよ。そうですよね、私はプロ市民じゃないですか、うん、一般の本当に普通通りお仕事をして、はい、お仕事の合間を縫ってこうやって話をしてます、ね、はい、ネット環境の整ってる方は、はい、どうぞローマ人日記ね、はい、江崎さんの読んでみてくださいね、はい、今日もね、はい、今日だけで4つぐらいも出てますので、はい、あ、そうでしょうね、はいはい、素晴らしいですよ、はい、はたぽさん、稲田さん、内閣改造まで持たなかったです ね、まあ、ね、今度防衛大臣誰になるんでしょう ね、うん、ね、どうしようもないですね、専門家、中谷さんがなるのかな、はい、またね、まあ、本当にね、まあ、女性でも、よかったんでしょうけど、やっぱりかなり厳しいんでしょう ね、はい、はい、ということで皆さん、はい、沖縄第三の新聞、八重山日報、沖縄本島版を、ね、これはよろしくお願いいたしますね。沖縄の情報を知るにはもうここしかないです。そうです、はい、ね、もうちょっとね、紙面をね、こう潤していただきたいと思いますけれども、ね、はい、やっぱり頑張ってますよ。そうですね、はい、ということで、はい、何終わり、あと2分ぐらい、あ、はい、そうですか、はい、今日もじゃあハタポンさん、ハリセンボンさん、はい、みやちゃん、ホンダビーチ、こんばんはだけで寂しかったです。もうちょっとなんか欲しい。そうそうそう、八重山日報上版もありますよ、はい、はいはい、ウェブもあるんですけれども、はい、あえて紙の媒体を取ってくださっている方々、皆さん ね、 そうですね、やっぱり、ね、志のある方々なんですよね、はいはい、今日は地蔵さん来なかったね。あ、本当だ本当だ、地蔵熊本県の六角地蔵さんいらっしゃらなかったですね。今日は忙しかったのか、ね、寂しいな、はい、また、はい、皆さん本当にね、今日は国ちゃんもそれから台湾さときさんもありがとうございます。ありがとうございました。もうね、皆さん、はい、先週もそうです、今週もね、はい、ちょっと風邪で喉がやられてましてね、
未来さんもちょっとせき込んでますけれども、風邪ひいてないんですけど、なんかうつるんですかね。ねえ、ちょっと乾燥してんですかね、はい、お耳苦しい、はい、お聞き苦しい点ございまして、はいはいね、申し訳ございませんでした。やりました、はいはい、ということで来週またお耳にかかりたいと思います。なる、はいはい、さん、未来さんでした。はい、リベデビル、まだありますけどいいですか。あ、本当、はい、かりんちゃん戻ってきてかりんちゃん多分ね、はい、来そうですか。来月あたりは来れないかな。あ、来れる、うん、ちょっと交渉してみますね。はい、はい、あ、八重山日報3610円エリアにハリセモンさんいるんです。そうなんですか。え、じゃあ遠いじゃない、沖縄県じゃないじゃないの。沖縄2160円か、沖縄はね。じゃあ違うんだね。え、そうですか。まあ、あの、ぜひ日程あったら来てください ね。お待ちしておりますよ、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、本当にありがとうございました。ごきげんよう、はい、また来週、はい、さようなら、はい、再見、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。なんか喉があれです ね、完全におかしい。私もおかしい。映りましたね、喉。ハリセモンさん、最後は壁、ね、壁、あ、壁か、顔立ちて手振って、よし、ありがとうございました。あ、OK です。結構なんだかんだ言って、今日時間、いやいや、だからもう、最近もナルさん の進行に任せてるから、私はもう、すいません、何も考えてないの、ね、申し訳ない。いやいやいや、ちゃんと感情チェックをしてるだけで。アトモンさん、お大事に、ありがとうございます。お大事に、ありがとうございます。ありがとうございました。よし、じゃあ、そうやって皆さんがパッと記事を読んでいただけると非常に助かりますか。え、今日みたいに記事を読んでいただけると、ありますね。あ、まあ、一応もうそれなりのキャッチボールができるようになったので、そうですそうです。だから、あの、一番思い出に残ってる夏休み戦。結果的に、あの、記憶に残ってますか。カメラ動かそう。いや、夏休みってなんだろう。サマーバケーション。サマーバケーション。仕事しかしてないやつさ。サマーバケーション。これあれだ、ライブ終了だすごい、なんか時間しかきついてる。